ルナの塔？おお、驚いたぞ同志。君の口からその名を聞くとは思わなんだ。どうやらユニ博士の共同研究者として少しは高校を学ぶ気になったようだな。感心だ。頭を撫でてやろう。だがすまないな後輩、芽生えたばかりの高学心を積んでしまうようで忍びないが、さすがの僕といえど世に教えられぬことの一つ二つはあるものだ。例えばルナの塔、その一つがそれでな。学会でも様々に憶測が囁かれるばかりで研究は進んでおらん。文献にその名を見るばかりで謎に包まれている幻の遺跡なのだよ。え？マジで？おお！僕も僕も僕も行きたいそこ。おっと、引きこもりには無理だなんて野暮は言ってくれるなよ同志。太古のロマンが呼んでいるんだ。そこに学びがあるというなら、僕は書を閉じ扉を開けるぜ。幻の遺跡、未知の怪異、希少な研究素材。はあ、さぞや学術的好奇心の満たされる探索行となるだろう。さあ同志、僕を連れて行くんだ。おい同志、なぜ僕を連れてきたんだ。深いとこだなんて聞いてない。こちとら筋金入りの引きこもりだぞ。貴様僕を殺す気か。いや確かにな、僕もあの時は学術的興奮を催して多少テンション高めの体言を吐いたかもしれないが、そんなもん一時の気の迷いに決まっとるだろう。止めたまえよ。では帰ろう。なんだね、何言ってんだこいつと。でも言いたげにコテンと小首をかしげるんじゃないよ。いや当然だろう君、ここまでの工程ですでに我々は体力の大半を消費している。この状態で魔物ひしめく福魔殿に乗り込むなど自殺行為にも等しい。いや、言っておくが、これは僕の幼稚なわがままではないぞ。君の安全を配慮した上での苦渋の決断だ。畜生、せっかくここまで来たのに。だが、可愛い後輩を危険にはさらせない。ふん、分かっているとも。上級生に迷惑をかけたくない一心で虚勢を張っているのだね。いやいや皆まで言うな。分かっとる分かっとるよ、君の本当の気持ちはよーく分かっておるから。いやいやいや大丈夫だ、もう何も言うな。全てはユニ先輩のわがままということにしてくれて構わない。だから君は気に病まなくていいんだ。さあ大手を振って堂々帰ろう。というわけで、可愛い後輩のため涙を飲んでキビスを返すユニ先輩であったとさ。めでたしめでた。来たよ。何？弟くん疲れちゃったの？おんぶしてあげようか？抱っこの方がいい？お姉ちゃん君のためなら何でもしてあげるよ。あの塔に入って記憶の手がかり
りを探すんだよね。お姉ちゃんも一緒に入るから全部任せて。お姉ちゃんがお姉ちゃんパワーでお姉ちゃん突撃してあげるから。はて、どうやら例によって君の関係者のようだが、何者だね、この突如現れた押しつけがましいトーンの長身娘は。弟くんのお姉ちゃんだよ。あ、はい。そちらは学校の先輩さんだよね。大丈夫、弟くんの交友関係は姉の義務として可能な限り把握してるから。よろしくね、ユニちゃん。どうも。弟くんの邪魔をする悪者は許さないの。お姉ちゃんチョーク。しずるくんと言ったか。さすがだな、迷いのない見事な剣筋、もといチョップ筋だ。いともたやすく道が切り開かれてゆくではないか。弟くんを守るためなら、お姉ちゃんは鬼にもジャにもなれちゃうからね。お姉ちゃんパワー全開だ、ゾッと。魔物の一軍が瞬く間に壊滅とは。なるほど、任せろと豪語するだけのことはある。これならか弱い僕ものんきに後方軍師面ができるというもの。我が前に敵はなし、全軍いざ進め。うはは、皆殺しだ。弟くん大丈夫？疲れてない？ちょっと休憩にしようか。軍師の指令を右から左へ流すんじゃないよ。何？彼の体力ならば問題はない。さっき自分でそう言ってた。むしろ空気も読まずにはつらつとしていた。本当に？無理しちゃダメだよ。もし誰か学校の先輩に気を使ってるならこっそり言ってね。大丈夫、お姉ちゃん決して悪いようにはしないから。何やら物騒な父兄がいるな。先輩ちょっとおとなしくしてよっと。あれ、どうしたのユニちゃん、急に両手で口を塞いじゃって。まさか本当にスクハラの心当たりがあるわけじゃないよね。やめたまえ、圧の強い笑顔で人を上から見下ろすのはやめたまえ。あ、そっか、私背が高いから自然と。ごめんね、これから気をつけるね、ユニちゃん。結構だ、わざわざ膝を折って目線を合わせなくてよろしい。どうすれば。ねえ弟くん、私ユニちゃんに嫌われちゃったのかな。いかにも愛くるしい外見に反して陰銀無礼と畏怖されがちな僕だよ。クールユニで申し訳ない。かわいい。お姉ちゃんこの子抱きかかえてもいい？やめたまえ、同い年の菜園を両手で持ち上げ高い高いするのはやめたまえ。しかし後輩、よかったじゃないか。記憶をなくして家も家族もない天涯孤独の身だと聞いていたが、いつの間にやらこんな素敵な姉君と再会を果たしていたのだな。素敵なお姉ちゃんだなんて。そんなユニちゃんたら本当のこと言わないで。
安心したまえ、社交辞令だ。しずるくんの人となりを表せるほど我々はまだ時を重ねておらん。だが君に姉がいたことを喜んでいるのは事実だ。僕とて里に帰れば家族と呼んでくれる自称父親は数人いるが、それは成り行きが積もった結果の優しい嘘に過ぎない。誤解を恐れず言えば羨望すら覚えるよ。僕がどれだけ焦がれてもいられない、血のつながりという絆にはな。はて、なんだって？どういうことだね。お姉ちゃんと弟くんは血のつながりさえ超えた運命の兄弟なの。つまり血縁関係はないと。すると、ん？君らの近親の誰かしかが戸籍上何らかの縁故を結んだとか、そういった類のあれかね。ううん、別に。難しいな。どういうことだ。血縁はない、義理の関係でもない。つまりしずるくん、君は彼にとってただの他人。お姉ちゃんだよ。いや、しかし情報を整理すると、結果ただの他人。運命のお姉ちゃんだよ。OK ロゼッタ、彼女は一体何を言っているんだ。ポーン、解析不能です。被疑者の供述を裏付ける物証は存在しません。そんなの関係ないの。だってお姉ちゃんは心の底からお姉ちゃんなんだから。などと申されておるが、どうだろうか。ポーン、偽証もしくは認知機能に障害を負っている可能性があります。嘘を言っているようには見えん。見たまえ、あの姉であることに一部の疑いもない姉としためよう。となれば後者か。端的に歓迎すると気の毒な人です。安易に個人の事情を邪推するべきではないが、あるいはそう思い込むことでしか解決できない何らかの複雑な背景があったのやもしれんな。石の目にも涙うえ。後輩、君も難儀だろうが、しばし彼女の妄言に付き合ってやるといい。若干チェルってる人物の扱いにはそろそろ慣れているだろう。そしてしずるくん、いいだろう。君がお姉ちゃんとやらであることを僕は一旦飲み込もう。一生飲み込んでもらって大丈夫だけど。ありがとうユニちゃん、お姉ちゃん嬉しいよ。ああ急がなくていい。少しずつ現実と向き合っていこう。いつかユニちゃんにも分かってもらえるよう、お姉ちゃん頑張るぞ。いつかしずるくんが正気に戻れるよう、僕は頑張るぞ。この石は興味深いじゃないか。既存の識別魔法にかからない未知の魔力を帯びているぞ。ユニちゃん、
そんな隅っこにうずくまって何してるの？宝探しさ。君らにとってはただの石ころ集めにしか見えんだろうが、学術的ないし魔術的に意義のありうる素材を物色しているのだよ。後輩が自らの記憶を求めてここへ来たように、僕は希少な研究素材を求めてここへ来たのだからな。ふっふ。虚弱な体に鞭打って外へ出た甲斐があったというもの。かくも大量とはまさに濡れ手であわというやつだ。それを言うなら濡れ手であわじゃないかな、ユニちゃん。そう言ったが。あ、本当だ、ごめん。身近な子の影響でつい無意識の訂正癖が染みついちゃってて。もう恥ずかしいな。帰ったらリノちゃんには教育的頭突きをしてあげなきゃだね。うん。それでしずるくん、僕や彼の目的は先の通りだが、君はどうなのだね。君がこの塔を訪れた目的は？え？だから弟くんを守るためだよ。うん、まあそうだろうな。では質問を変えよう。彼が今日ここに挑むという情報はどこから？塔の前で我々と遭遇したのはよもや偶然ではあるまい。うん、偶然じゃなくて運命だね。お姉ちゃんはいつだって弟くんのピンチに駆けつけちゃうんだよ。さようか。いいだろう、了解した。君が運命と言うならそうなのだろう。是非もなし。人には皆それぞれ事情や思惑があるものだ。それによってこちらが不利益を被ることもなさそうだし、あえて追求する必要もなかろう。好きにしたまえ。ユニちゃんって本当に賢い子なんだ。そういう子、お姉ちゃん大好きだぞ。そうだな。長くとどまっていては無用な危険を招くもとだ。弟くん、足元を気をつけてね。そうだ、お姉ちゃんと手をつないで歩か。ぎゅーってこうやって昔はよく一緒に歩いたもんね。待て、ぎゅーだと？今何やら風紀の乱れる音がしたぞ。何が？私と弟くんは家族なんだからいくらでも甘えていいんだよ。ほら弟くん、危ないからお姉ちゃんにぴったりくっついて。あ、やめ、やめんか、けしからん。油断も隙もないな、この毒不明。僕の目がつぶらなうちは不純行為など断じて許さん。でも甘えていいだと？君たちはいくつだと思っとる。いい年した大人が人目もはばからず甘え甘えられるなど狂気の沙汰だ。この知れ者どもが恥を知れ恥を。兄弟だから当たり前のことなのに。僕は的な家庭の判例には明るくない。だが伝聞した知識に照合する限り、その行為は指定の常識をいささか逸脱してはいないだろうか。ユニちゃん、常識っていうのは家族の数だけあるんだよ。自分の知らない常識を寛容に受け入れることが多様性の社会だって大人のお姉ちゃんは思うな。ぐぬぬ、小賢しい詭弁を弄しよって。貴様さては文系だな。
だが奇弁勝負となればこのユニ博士が遅れを取るわけにはいかん。これはあまり言いたくなかったがやむを得まい。いいかね、しずるくん、落ち着いてよく聞きたまえ。まず前提として、君と彼は家族ではない。君と彼の間に血縁関係はなく、また近親者に縁組等の話もない。我が国の国語法はそれを兄弟と定義しないのだ。すなわち他人と呼ぶのだ。やめたまえ。またまたご冗談を的な微笑で優しく僕を見下ろすのはやめたまえ。そうは言われても、私は弟くんのお姉ちゃんだからな。なおも続ける気か。よかろう。ならば僕は彼のユニーちゃんだ。ユニーちゃん？何それ、どういうことかな。さっぱりわからんだろう。つまりはそういうことだ。さっぱりわからん。その理解不能な感情こそが、今日まで君が世に撒き散らしてきた混沌に他ならない。君が運命のお姉ちゃんなどという空言を喧伝するたびに、世間の皆さんは今の君と同じ、何言ってるんだろうこの子という、得体の知れない感覚に陥ってきたのだよ。よーく反省したまえ。だが喜べ、そこに気づけたのなら一歩前進だ。よく頑張ったな、しずるくん。何、焦ることはない。今日の治療はここまでとしよう。よかった、ユニちゃんも私たちのことやっと分かってくれたみたいだね、弟くん。ねえユニちゃん、セントテレサ女学院ってどんなところなの？どんなとは、また漠然とした問いを投げられたものだ。そうさな、伝統校ゆえ校風に旧態依然とした嫌いはある。とはいえ生徒らは皆年頃の娘だ。要領よく青春を謳歌しておるよ。もっとも、僕はといえば古い図書館棟に用意させた私的な研究室にこもり、日がない一日、書と文に囲まれた厳粛な暮らしを。そうなんだ。それでそれで、弟くんの学園生活はどんな感じなのかな。興味の対象が実にわかりやすい父兄だ。彼のことなら彼に聞けばよいのではないかね。そうなんだけど、弟くんおかしな冗談ばっかりで、あんまり真面目に答えてくれないんだもん。というと？部活の先輩が作った小型の飛空艇が教室で爆発しちゃったとか、それを元にした巨大からくり人形が校舎を破壊しちゃったとか。なんと、そんな根も葉もないホラ話を。どんな勉強してるのって聞いたら、チェル語とかいう実在しない言語の名前が飛び出すし。諸説あります。でも弟くんの様子を見に、近いうち自主的な計算館を開催しようとは思ってるんだけどね。お姉ちゃんは特別なお姉ちゃんだから、学院の許可も出るはずだし。ロゼッタ、彼女は一体何を言っているんだ。純粋に学校ってどんなところだろうっていう興味もあるしね。ユニちゃん、授業ではどんなことを教わってるの？どうだろうか、
僕は一般授業への参加を疎んじられているからな。みんなと並んで教師の話を聞いていたのは入学後のわずかな、ひらめいたぞ。しずるくん、知りたいと言うなら教えてやろう。実践的にな。 OK ロゼッタ、本礼を鳴らせ。ポーン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 。ん？何のチャイムかな？ガラガラ。やあ、待たせたね。特別講師のユニだよ。何か始まった。諸君、席に着きたまえ。本日の授業は国語だ。わあ、これ学校の授業風景。どうしよう弟くん、お姉ちゃん弟子の同級生になっちゃった。愛と青春の一大スクールラブコメ開幕の予感。静粛に、死後は慎みたまえ。それでは教科書の24ページを開きなさい。ディティールにこだわるな。エアーでよろしい。エア教科書の24ページ。パラパラ。あれれ、どうしたの弟くん、教科書忘れちゃった？それじゃあお姉ちゃんのやつ一緒に見よっか。エア机をくっつけて、よいしょ、ガタガタ。あ、いけない。教科書24ページには好きな弟くんの名前を書いてあるんだった。いやん弟くん、見ちゃダメ。バサバサバサ、ドカンドカン。静粛に、自前の効果音は慎みたまえ。エアラブコメも慎みたまえ。それでは授業を始める。前回はお姉ちゃんという語について学んだので、今回は弟くんについて正しい使い方を勉強していこう。生徒諸君、誰か弟の授業を説明できる者はいるかね。ではしずるくん。お姉ちゃんが世界で一番大切に思ってる男の子のことです。不正解だ。この授業は哲学ではない。国語的に辞書を紐解けば、弟とは親を同じくする者のうち年下の男子とある。しずるくん、君と彼はその条件を満たしていないのだったな。ところが運命を満たしているのでセーフです。難しいな。まあ100歩譲ってお姉ちゃんはまだいい。その後には若年の女性を親しんで呼ぶ俗称との講義もある。幼馴染のお姉ちゃん、略してお姉ちゃんとも捉えられよう。だが弟、これは無理だ。拡大解釈が過ぎる。戸籍上の縁故もないただの年下男子をそう呼ぶのは、端的に言って何らかのプレーだ。だけは言われたくないセリフランキング第1位だが、まあいい。いいかねしずるくん、例えばだな、僕はこの小さな体に隠しきれない大人の色かがゆえに、しばしば世間から目標のような女などと評される。だがどれだけ目標のようなと形容されようとも、僕は人間なのだから目標そのものではない。
わかるだろう、しずるくん。同様に弟のような男の子は決して弟足りえないのだ。でもユニちゃんは別に目標のような女じゃないし。黙れ、論点そこじゃない。いいかね、君にとって彼は国語上ただの他人だ。弟などと呼ぶのは言葉の乱れ。国語科の教師として看過でき。でもユニちゃんは目標じゃ。黙れと言っとるんだよ。貴様さては理系だな。いいから目標の言うことを聞くんだ、ガオー。へえ、それじゃあお姉ちゃん、弟くんのことはなんて呼んだらいいの？他人くんだ。他人だからな。お姉ちゃんのことは？他人ちゃんだ。他人だからな。教師に反抗的な目を向けるんじゃないよ。学校教育は時として自意識の抑圧、集団社会への迎合を強要するのだ。携帯は考えるな。さあ、言われたことにいいダクダクと従うんだ。さあ、はい。他人くん、他人くん、他人くんの他人ちゃんだよ。どうしたの、他人くん。困ったことがあったら他人ちゃんに言ってね。他人くんは他人ちゃんの他人くんだから、いくらでも他人ちゃんに甘えていいんだよ、他人くん。どうだ、しっくりくるだろう。ちょっと他人行儀じゃないかな。しっかり他人だからな。だがそのうち慣れるだろう。急がなくともいいさ。人生はいくらでもやり直せる。よし、今日の治療、もとい授業はここまでとしよう。よかった、ユニちゃんもお姉ちゃんたちのことやっと分かってくれたみたいだよ、弟くん。それを生やしたいぞ。いかなる原理の奇跡なのだね。弟くんを守るための力、姉力だよ。姉力、お姉ちゃんパワーとも言うよ。それを習得するにはどうすれば。そうだな、いつでもどこでも弟くんのことばかり考えてすっすごくお姉ちゃんになればいいと思うよ。ん？なんだって？すごいお姉ちゃんになる？違うよ違うよ、すごくお姉ちゃんになるの。口頭会話の文法にまで整合を求めるのは僕の文系美学に反するが、君、あえて指摘させてもらえばその活用は誤りだ。今の場合、形容詞すごいで名詞お姉ちゃんを修飾するのが正しい。すごくは副詞ゆえ動詞のなるにかかってしまうのだ。ん？いいんだよ、すごくお姉ちゃんになるの。
難しいな。ああ、ユニちゃんは一人っ子なんだっけ。下に弟くんや妹ちゃんがいれば自然とわかることなんだけど、あたかも自分がそちら側であるかのような口ぶりは気になるが、患者の不定愁訴に耳を傾けることも寛容だろう。続けたまえ。すごいお姉ちゃんになるためにはすごい人間になればいいの。なるほど。体を鍛えるとか、いっぱい勉強するとか、社会的に意義のある立派な仕事を成し遂げるとかね。なるほどなるほど。だけどすごくお姉ちゃんになるっていうのはそういうのとはまた別の話でね。もっと観念的っていうか、お姉ちゃんレベルを上げて工事のお姉ちゃんステージへ登ることなの。なるほど、わからん。私たちの集合的無意識にはグレートシスターとでも称すべき人類普遍のお姉ちゃん概念があると思うんだけど、その究極の高みへ自らの魂を近づけていくことって言い換えればわかりやすいかな。うん、よくわかった。よくわからないことがよくわかった。まあそれは冗談として。え、冗談だったの？どこから？生後間もなく？要するに弟くんが毎日を幸せに過ごせますようにって願う気持ちがお姉ちゃんパワーの源なんだ。なるほど、わかった。とりあえずしずるくんの弟を思う気持ちが半端ねえことは分かった。むしろそれ以外は何も分からんかった。だが思考停止は学びの放棄。そんなバカなとペンを投げた時、賢者は死ぬのだ。思考が及ばぬなら思考あるのみ。姉力とやらを身につけ、セナに翼を生やすため、今日より僕はお姉ちゃんになろう。ひな、すでにお姉ちゃんだ。我こそはユニお姉ちゃん、略してユニーちゃんなり。ユニちゃん何言ってるの？裸の王様が鏡に映った男を笑っている。心得たまえ、しずるくん。僕は君という前例に倣い、自ら姉をいただいたものだ。というわけでどうしよう。事後報告で恐縮だが、君には共同研究者として僕の弟になってもらった。そーら、ユニーちゃんだぞ。翼が生えるまで存分に甘えたまえ。ユニちゃん何を言っているの？目と声が笑っていないぞ、しずるくん。やめたまえ。冗談を真に受けてライバル意識こと殺意をみなぎらせるのはやめたまえ。なんだ、冗談だったんだ。え、どこから？未来英語？2割ほどの本気はあったが、身の危険を感じて今それも無賛した。だがまあ、どのみちつけ焼き場では大した姉にもなれるまい。しずるくんを見ていてよくよく実感したよ。人にはそれぞれの運命と適性があるからね。お姉ちゃんっていうのはなるものじゃなくて、気づいたらなっているものだってお姉ちゃん思うな。姉の道は一日にしてならずか。やれやれ、大したものだ。認めよう、しずるくん。君の掲げる姉理論はもはや本物以上だ。世に拗ねて自堕落に生きる僕が水をさせる領域ではないらしい。設定の雑な自己暗示に彼を巻き込むなといったことは撤回しよう。姉を語る願物、なりすましの居直り狂人などと呼んですまなかった。それ全部初耳だけど、分かってくれてユニちゃんありがとう。私も今日ずっと一緒にいて分かったよ。ユニちゃんはお姉ちゃんなんか目指さなくても、もう今のままでとっても素敵な先輩さんだと思うな。
おい、突然何を言うんだね君たち。いやいや僕なんて、デュフフ、見えすいた世辞はやめたまえよ。ルナの塔、弟くんの記憶の鍵があるって言うけど、結局ここって一体何なんだろう。弟くんを助けるために来たっていうのは本当に本当だけど、あわよくばマスターに何か有益な情報の一つも持ち帰れたらとは思ってるんだよね。秘密結社ラビリンスの一員としては。しずるくん、どうかしたのかね。何やら黙り込んで。ううん、ちょっと弟くんを危険にさらすトラップが仕掛けられてないか、お姉ちゃん愛でお姉ちゃんサーチしてたの。うん、何かな。しっけえ、なんでもないさ、ヨシナに。象牙の塔のユニ先輩、すごく頭のいい子だって弟くんからは聞いてたけど。本当だね、私が隠し事してることなんとなく気づいてるんだね。でもごめんねユニちゃん、世界の謎を追うラビリンスの素性はあんまり人に話しちゃいけないことになってるの。今日はユニちゃんと仲良くなれてすっごく嬉しいけど、情報の開示は慎重に、それが弟くんのためだからね。あ、これは何？どうしたのユニちゃん。謎の未確認個体を発見した。形状が彼から聞いていた情報に符合する。待って、ホタト君、むやみに触ったら危険。え、急に光が。うわー、何これ、興味深い。弟くん遅いの。もうせっかくの放課後デートなのに30分遅れるなんて急に言われてもお姉ちゃん困っちゃうぞ。でも早く会いたい気持ちはきっと弟くんだって同じだよね。先生から急な雑用を押し付けられてかわいそうな弟くんへ前向きになれる励ましメッセをいっぱい送ってあげようっと。弟くん、お仕事ご苦労様。頑張れ頑張れ、ファイト。早く会いたいな。まだ終わらない、そろそろ終わるよね。あと何分、あと何秒、まだかな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 、まだか。あれ、向こうから前のめり気味に歩いてくるあの姿勢の悪いちっちゃ可愛い子はうちのクラスの。うん、やっぱりそうだ。全国模試の上位常連、窓際の眠り姫こと新行寺ユニちゃん。新行寺さーん。って、あれれ、手を振ってるのにスタスタ素通りされちゃったよ。こっちに気づいてなかったのかな。うん、でも一瞬目が合ったよね。ひょっとして無視されちゃった？あ、一大決心したような顔でそそくさと戻ってきた。あはは、
星野さん、どうも。どうも。こんなところで新行地さんの寄り道？なんかごめんね、話しかけちゃって。え、何がごめん？いや、だってマナーっていうか暗黙の了解っていうか、普通外で学校の人に会ってもスルー推奨じゃん。星野さん、外でクラスの子に会ってもスルーしないの？しないんじゃないかな。うん、普通に挨拶するよね。それでそのままおしゃべりするよね。すごい、コミュ力強強、かっこいい。星野さん、今なんで褒められたんだろう。私これで。またね。え、もう？ああ、急いでるんだ。あ、別に暇。嫌われてるのかな？おっと、そうだ。私、新行寺さんにお礼言いたかったの。こないだうちの弟くんへのプレゼント、相談に乗ってもらったでしょ？教えてもらった本あげたらすっごく喜んでたよ。本当にありがとう。ああ、あれね。あれってそういう話だったっけ。あの時私テンパっちゃってて、あんまり覚えてないんだよね。なんか一人で勝手に喋り倒しちゃって。はあ、恥ずかしい。ダサ。私は新行寺さんに弟くんのこといっぱい聞いてもらえてすごく楽しかった記憶しかないけど。え、星野さん女神すぎ。私人と話すのめっちゃ下手だからお世辞でも泣ける。そうなんだ。それなら今度また学校で弟くんの話聞いてもらっちゃおう。それじゃあ引き止めちゃってごめんね、ユニちゃん。ユニちゃん、な、何かな？あ、ううん、何でも。あの、なんかその呼び方ちょっと友達っぽーって思ってユニちゃん面白いね。だって同じクラスだし友達だよ。あ、だよね、友達。そっか、へー、友達ユニちゃん、会話にあが多くて可愛いね。名前なんて別に私のことも気安く呼んでもらって大丈夫だよ。え、なんだったら呼び捨てでもいいし。はあ、呼び捨てってそれは。いやいや、恐れ多いです。無理無理無理。ユニちゃんは謙虚だな。遠慮しなくていいんだぞ。むしろなんだか振られたみたいでお姉ちゃんちょっぴりショック。あ、ごめんね。じゃあ、あの、はい、お言葉に甘えて呼び捨てで。ありがとう星野。呼び方って、ああ、そっち？え、あれ？私なんか間違った。あ、じゃあ嘘、今のなし。戻す戻す、星野さん。別にいいよ、なんでも。ユニちゃん、ほんと面白いよね。お姉ちゃん、気に入っちゃった。私も。ねえ。あ、そしたら私、あの、
目線の ID 教えとくね。ほら、もしね、もし何かあったらあれだから、あの、何でも送って。あと、ついでだからメールと電話と SNS とその裏垢も。あ、そうだ、あの、一応聞いとくけど、星野さん、アストルムっていうゲームやってたりは？アストルム？やってるよ、昨日も弟くんと。やってるの？私もバトル雑魚だけど高卒ガチ勢。そうなんだ、私は弟くんと。待って、どうしよう、嬉しい。話長くなるかも。あ、星野さん水からっぽ、おかわり持ってくるね。あ、いいよ、座ってて。あ、はい。消極的なのか積極的なのか、なかなか目まぐるしい子だね。すみません、あ、これあの、お冷やください。はあ、緊張した。やばい、星野さんめっちゃ美人だし、背高いし、スタイルいいし、あれもう完全に別の生き物だよ。ワシントン条約で保護だよ。でもやっぱ頑張って声かけてよかった。ビジュアルだけじゃなくて中身もすごくいい子だし、しかもなんか友達になってんじゃん私。高校で一人目の友達。あ、そうだ、後でスタンプ送ろう。で、帰ったらメールして電話して。忙しくなる。本当はアストルムでも一緒にパーティー組んでほしいけど、まさかね。それはさすがにまだ早いよね。気をつけよう、そういうところだぞ私。ちょっと待て、メッセとか交換するのはこのタイミングでよかったのか。あれ、早すぎた。え、もしかして私すでにやっちゃってる。嘘、距離感やべえやつって誤解されてない？え、どうしよう。そういえばさっき星野さん一回お開きムード出してたよね。あの時私なんで帰らなかったの？普通あれで解散じゃん。どうしよう、多分星野さん怒ってる。怒るよそりゃ、教室同じだけの陰キャに絡まれて謎に無駄な時間過ごしてるんだもん。端的に言って地獄だよ。あー、やだ、なんかお腹痛くなってきた。もう帰ろうかな、今日はあの子も来ないみたいだし。っていうか、むしろ彼には会わなくてよかったかも。ここで偶然ばったり会うのもルーティン化してきて、そろそろ偶然じゃないってバレちゃうような。いや、でもたまたまお互いよく行く店が被ってるってだけだし、彼がこの店いいって言ってたからちょっと影響受けただけだし、別に待ち伏せとかじゃないし。あ、今なんか突然全部めんどくさくなった。うん、めんどくさ、もういいや、帰ろ。帰って一生一人で引きこもろうっと。私、確かにそう決意したはずだったのに。ナナメ、なんで気づいたらこんな状況に？ホタタくん、それだけで足りる？お腹いっぱいになりそう？お姉ちゃんのパンももりもり食べていいんだからね。本当はお姉ちゃんがあーして食べさせてあげたいけど、お店の中だから我慢するね。弟くんも年頃の男の子だもん。お姉ちゃんは男心にも理解があるタイプのお姉ちゃんなんだよ。
情報量が多すぎて感情の整理が追いつかない。でもとりあえず一つ言えることは、星野さんってこういうキャラだったんだ。びっくり。星野さんの弟が彼だったことの衝撃も、もちろん全然まだ処理できてはいないんだけど、それに勝るとも劣らないぐらいにはびっくり。氷和学園のパーフェクトレディーと名高いあの星野しずるさんが、まさか若干引くぐらいの激甘ブラコンお姉ちゃんだったとは。うわー、弟くんは一生懸命食べて偉いね。お姉ちゃん君のそういうところ大好き。頭撫でてあげるね。うちらぐらいの年で兄弟あんな仲いいってあるの？いや、仲いいっていうか、ただ星野さんが一方的に過保護してる感じだけど。あれ、ユニちゃんなんかおとなしいね。さっきまで若干引くぐらいガーって言ってたのにどうかした？なんかちょっと知恵熱、頭わーってなってきちゃって。リアルに大変。私弟くん用の頭痛薬持ってるから使って使って。ありがとう。やっぱ星野さんいい人。好き。あー、弟くん口元にソースがついてるぞ。お姉ちゃんが拭いてあげるから動かないでね。はーい、うわ、きつ。私今何を見せられてるんだろう。僕は思わずリアルに声が出てしまったよ。でもびっくりしたな。弟くんがユニちゃんとお友達だったなんて。いつもうちの弟がお世話になっております。あ、いや全然、こちらこそ。っていうか友達っても基本交流はゲームの中限定だしね。オフでは二人でどこかに遊びに行ったりしたことはないの？ないない、全然ない。うん、びっくりするぐらいない。何度かここでばったり会って、あれって言って流れでちょっとお茶するぐらいはあったけど、まあ偶然の産物だよね。あー、エスプレッソ美味しい。私は別にあれだけど、その、どっちでも。忙しいっては忙しいけど、言われれば全然時間ぐらい作るし。多分、言ってもいいよ。なんて、困っちゃうね。どうする？どうしようか。ね、どっか行く？遊びに。遊びに行くよね、弟くん。え？ありがとう、優しいんだね、ユニちゃんは。でも、そんなに忙しいなら無理はさせられないよ。大丈夫、弟くんのことなら全部お姉ちゃんに任せて。あ、はい。じゃあ、
ルナのどう？え、私たち寝ちゃってたの？あたあたくん起きて、風邪ひいちゃうから。ほら見て、お目覚のお姉ちゃんスマイルだよ。あねーん。ガゴスピルルル。ほらユーニちゃんもよだれ出てるよ。拭いて拭いて。養殖ジル、何やら妙な夢を見ていたようで、目覚めはあまりよろしくないが。そうなの？私が見た夢はすごく楽しかったよ。この3人で仲良くおしゃべりしてて、ユニちゃんはなんだか全体的に挙動不審っぽかったけど。奇遇だな。その悪夢なら僕にも心当たりがある。しずるくんは相も変わらず姉としていたがな。今のが弟くんの記憶の鍵なのかな。うん、夢の内容もおぼろで、現状は果たして何が何やらといったところだが、だがまあこれにてひとまずの目的は達成したわけだな。よし帰ろう。僕もう飽きた。もとい、我々は皆等しく消耗している。優秀な軍師が戦略的かつ客観的に判断して、ここらが潮時だ。言っておくが、これは僕の幼稚なわがままではないぞ。帰りはお姉ちゃんがお姉ちゃん抱っこしてあげるからね。あ、その前にお姉ちゃんマッサージが先かな。おい、こら、みだりに身体接触を図るんじゃない。男女7歳にして席を同じゅうせず、離れろ離れろ。ユニちゃん、私をお姉ちゃんと認めてくれたんじゃなかったの？兄弟なんだから仲がいいのは当たり前のことなんだよ。弟くん、いちいちくっつくなと言っとるんだよ。貴様さては姉を免罪符によこしまな色欲を解放する気だな。何がお姉ちゃんだ、肩払いたい。そんな道理が通るものか。姉が通れば道理は引っ込むんだよ、ユニちゃん。なあロゼッタ、お姉ちゃんとは一体何なのだろうな。ポーン、回答します。姉を思う、故に姉あり。難しいな、実に難しい。